速稼塾の久保です。 GoTo トラベルキャンペーンっていうのがね、いろんな抜け穴があるっていうタレコミをいただいてるんですけども、今日のもね、一部の方にはものすごく得なんじゃないかなってことと、自分が該当しない場合はですね、人にお知らせすることによって、え、そんなことしてるのすごいねっていうふうに、まあいわゆるね、きっかけといいますか、集客の手段に使っていただければと思います。ビジネスをする上でですね、集客のやっぱ肝っていうのは、いつもお得な情報を発信しているってことなんですよね。そのお得な情報が聞いてる人から見て、たまたま今回は自分には当てはまらなかったけども、よく知ってるねと、それ確かにそういう状況だったら欲しいかもしれないっていうふうにいつも思わせておくことなんですよね。そうすると期待してくださるんですよ。そして何回かに1回その方の必要なものがドンと届く、その時に売れるんですよ。よろしいですかね。それでは GoTo トラベルキャンペーンについてのちょっとお得情報垂れ込みできてますんで、一緒に読んでいきましょうかね。ですね、 GoTo キャンペーン、自動車免許、運転証じゃないや、自動車免許取るときって合宿ってあるじゃないですか。なんとあの合宿にですね、 GoTo トラベルキャンペーンが適用されると、そんなプランもあるんですよすごいですね。例えば合宿免許の取得が25万の場合、 GoTo トラベルの割引が 35% なんで 8万7500 円がバックされます。そして地域共通クーポンということで総額の 15%、 つまり3万8000分がまたクーポンとして返ってきますね。すごいですよね。実質12万4500円で免許が取れてしまうということになりますよね。すごいですよね。で、こういうのもあります。これはね、今解禁になったばかりの東京都ですよね。リリーフプレミアム羽田空港というホテルがあるんですけども、ご存知ですかね。これ動画概要欄に URL 貼っておきますんで、チラ見するだけでも見ておいてください。このホテルはジャランっていうね、旅行会社があるんですけども、ジャランで大手総合免税店ラオックスにてご利用いただけるお買い物券3万円分き分付きプラン、3万円ですよ、3万円分付きプランという、こういうねプランがついてるのを、まあ、見つけたというふうに連絡がありました。 GoTo トラベルキャンペーンのクーポンとジャランのクーポンの併用で、2万円を切る金額で宿泊食事付きです。さらにラオックスお買い物券3万円分がもらえるということなんですよね。すごいですね。で、アマゾンギフト券などの金券付きプランは GoTo トラベルキャンペーン対象外にもかかわらず、特定施設が対象の金券付き宿泊プランは対象となるというのが、これ抜け穴なんですよ。で、こういうのがね、ポチポチ見つかりますんで、今回たまたま、ああ自分には当てはまらないな、東京じゃないしなって方もいらっしゃると思いますんで、まあそういう方のためにもね、まあ継続してこういったお得情報垂れ込みはお送りしますので、ご期待ください、ね、何回かに1回は自分が使えるってものが見つかりますんで、私もね、全てのお得情報が全ての人に突き当たると思わないんで、だから日々お得情報をね探しているわけなんですけどね。はい、そんな感じですかね、うん、抜け穴プランがこれからも出てくるんじゃないかなと思います。ちなみに昨日締め切りになったんですけども、文化庁のね、補助金事業、こちらの方はね、20万非常に簡単に取得できるんですよね。だからこういう情報もどんどんお伝えしていかないといけないなと、例の雇用調整助成金とかね、特定定額給付金とか、あと持続化給付金とかね、実はね、これ第2弾第3弾も計画討議されてるんですよ。その時はね、また動画でお知らせします。では、いってらっしゃい。